平野紫仕様は流瀬角の友情再燃。金プリ合流の裏側に隠された感動のストーリー。7月26日のお昼頃、元ー n g o クスの平野仕様26がインスタグラムのストーリー機能を更新。ファンから寄せられた質問に答える、質問箱の告知を行った。 質問箱とは投稿後24時間の見閲覧できるインスタグラムのサービスのこと。平野は今年7月8日に初めて質問箱機能でファンと交流を行い、今回で4度目となる。夕方頃枠から質問のやつやろうかな米印覗き見の絵文字。ちなみに夕方って何時ショー。と平野はストーリーに投稿している。 5月22日でキンプリを脱退しジャニーズ事務所からも退除した平野さんと神宮寺ゆうたさん26は7月7日に滝沢秀明氏41が立ち上げた新会社飛べに合流を発表。まだ本格的な音楽活動などは行っていないので、同日に開設したインスタグラムがファンとの交流の場として非常に盛り上がっています。 質問箱初回の7月8日は、22時にスタートしてから2時間もかけて、95問の質問に答える神ファンサービスぶりでした。女性編集者。7月8日土曜、は22時、10日月曜、は19時30分、17日祝日の月曜、は13時に、それぞれ質問箱機能で平野はファンとの交流を楽しんでいた。 翌朝が休日の土曜仕事終わりの平日祝日の正午。週一のペースで人が時間を気にせず集まれそうな時間帯を意識している感じがしますよね。それだけに今回平日の夕方をチョイスしたいとが気になるところです。もしかすると、これは金プリに残った高橋海人さん24と長瀬恋さん。 24に対する配慮なのかもしれません。全道7月26日の23時放送の時をの冠番組、時をかける富士テレビ系には、金プリの長瀬と高橋の出演が予告されている。理由や経緯は違えど時をも山口達也51と長瀬智也44が、脱退していることから、 再スタートを切った二人この話題を未だにどう返せばいいのかわからない、そう。同じくいろいろあった時をがガチアドバイス、事情は違えど似た境遇を持つ二組が思う抜けたメンバーへの思いを語る。と告知されている。四角流せは話が違う。と合流2分外構えでの女性編集者は話す。 平野さんが夜に質問箱をやった場合は展開次第で時をかける、と時間がこむってしまう可能性がある。それを気にしたのかもしれませんよね。それにつながるような話が先日報じられました。 残留組の長瀬さんは、平野さんが飛べに合流することについて聞かされておらず、それで関係がこじれかけていたことが7月25日発売の女性自身公文社で報じられていましたが、こうした配慮を見ても仲直りは成功したようですね。記事では、平野と長瀬について、 長瀬は平野と神宮寺がそれぞれ個人で頑張っていくと思っていたが、実際は飛べで合流していた。長瀬は話が違う。何なん,なんだよあいつら。と裏切りに落胆していたが、直接平野と連絡を取って話し合ったことをお互いに納得した。といった内容が報じられている。 新キンプリは6月30日に二人体制初シングル何者をリリースし8月16日にはやはり新体制で初アルバムとなるピースの発売が控えています。今回の時をかけるの出演もその告知を兼ねていると考えられる。ただ、 現在は、脱退側 B 期のファン、残留側 B 期のファン、さらには5人体制以外認めないファンなどファンが分裂して、おののが対立しているような状況でもあります。26日や、もし平野さんの質問箱が、時をかける、と裏公無理、つまり新金プリを邪魔するような形になったら、また間違いなくファンは大揉めになる。 そんなことは、平野さんは絶対に望んではいない。だからこそ、平野さんはファンが集まりやすいであろう夜ではなく、夕方に質問箱をあえて行うのかもしれませんね。全道。一瞬は関係が悪くなりかけても、すぐに若い。脱退後も、金プリの絆は変わらなそうだ。 近く、絆を感じる、平野市洋人偶自由たりんりんしかわいいピース姿に新生金プリにおわせ指摘の声声。俺の芸歴11年の土がったドージン、同人グそう、ピースです芸能界にいて一番の得意ポーズが、そう、ピースです、と綴る平野。二人金プリの最新アルバム名がピース、のため、それを示唆してこっそり応援しているのではないか。 そんな声がリプライ欄に多く寄せられている。